ですね、じゃあ、率直に、今、2時間ですかね、はい、2時間ちょっと、過去問の読み方をやって、どうですか、実際、こう、まあ、集中講座1回受けてもらって、今回でしたけど、はい、なんか、改めてこう、どんな体験でした？やはり、特に今日は、解説のページを主に使って、ご紹介いただいたんですね。はい。こう、やはり、ページの見え方が全く変わりましたね。本当に上から下へ、ただただ順番にこう、一文一文読みながら下げていくっていう読み方にとらわれてたものが、やっぱりその階層構造をきっちりつかむ。まあ、まず大きな階層をつかみながら、無理のない範囲でというと語弊があるかもしれないけど、負担のかからない、かつ大きな構造や仕組みを意識しながら読んでいって、それを繰り返し頭に入れていく、で徐々に深めていくという、これは非常に実際に先生がおっしゃられている言葉その通りだったんだけれど、実際に先生に実演いただいて、で私がやっているのを見ていただいて、何かこう問題集の解説のページのこの見方とか見え方がガラッと変わってきて、本当に2時間前と今とでは、なんかこうね、いまだに手をつけてない試験の解説なんかも、ひょっとしたら読めるんじゃないかなっていう、少しこう、でこれからまあ自分がどうやってこう身につけていくか、深めていくか次第なんでしょうけど、なんか大変、ものの見方も変えていただいたし、同時に勇気もいただいたような気がして、本当にありがとうございます。ちょっとなんか気が上がったんですけど、まあ多分さっきも、多分私の本も多分読んでいただいたり、メルマガも読んでもらってますよね。で、そういう意味では、ある程度、多分今日伝えたことって言葉としてあんまり変わってないかも。そうですね。そういう意味で言うと、今日の、そういうメルマガとか本を読む体験と今日の体験って、まあ、何が違ったっていうか、改めてそういう、振り返ると、なんかもし思われることだったら。そうですね。やっぱり百聞は一見にしかずといったらあれなんですけど、まあ、あまりにもね、ありきたりな言い方になるんですけど、やっぱり言葉っていうものに対するその人それぞれのこの、なんていうんですか、ストックというか、認識とかイメージっていうのがあるので、やはり同じく例えば階層とかストックとか言われても、やっぱり先生と私とでも違うし、また全く先生の話聞いたことがない人が初めて聞いたとしてもやっぱり違うと思うんですよね。なのでどうしてもやっぱりね、論理っていうのは抽象的にせざるを得ないんだけれど、ね、実際にその具体的に、まさに具体的ですね、今日はね、そうなんですよ、にどういうものかっていうのはやっぱりこう自分でやってみたり触れてみないとやっぱりわからないので、まあそうですね、ぜひ先生の本を読んで自分で考えて実践するっていうのもね、本当に大事なことだとは思いますけど、ぜひ先生の肉声を聞いてみるっていうのも、ね、これ絶対に自分で何か本を読んで進めていくよりは、早く効率的に理解できるんじゃないかなと。私なんか本当本を読ませていただいて、メルマガやね、ブログも読ませていただいて、セミナーもお邪魔して、今日も個別で見ていただいて、やっぱり、まあ、順を踏んでるから、今日も少しこう、ね、満足というか納得できてるのかもしれないけど、やっぱり具体的に見ていただけたというのは非常に大きかったし、見せていただいたというのがすごく ありがたかったので、感謝しております。ありがとうございます。まあ、そういう意味では今使って、また分かんなくなったので、ありがとうございました。ありがとうございました。